作詞、作詞、作詞とは、視覚に関する錯覚のことである。俗に、目の錯覚とも呼ばれる。生理的錯覚に属するもの、特に幾何学的作詞については、多くの種類が知られている。魂へとは異なる原理による。ミューラー・アーリアー作詞は、ミューラー・アーリアーが1889年に発表した、作詞、千分の両端に、 内向きの矢羽根をつけたものと外向きの矢羽根をつけたものの、線分は上段が短く、中段は長く感じるが、実際は同じ長さである。この錯覚が発生する説明は様々な側面から行われているが、有名な説明として、グリゴリーが1963年に発表した千円金法が挙げられる。また、この錯覚を応用したものとして、 ジャットの図形が挙げられる。ジャットの図形は、線分の中央に中点を打ち、両端に異なる、向きの矢羽根をつけると、外向きの矢羽根がつけられた側に中点がずれて、見えるという錯覚が用いられた図形である。このような作詞を、大きさの作詞という、非常に有名な作詞の一つ。図にある四本の線分は全て平行である。羽根の角度が鈍角であるほど、作詞は、 顕著になる。このような作詞を方位の作詞という。上の2本の平行線は斜線の影響を受けて歪んで見える。このような作詞を湾曲の作詞とも言う。湾曲の作詞では他に、オービソン作詞、文都作詞などが該当する。2つに交わる線分の間に平行線を入れると、上の平行線が長く見える。作詞の発生は、決して強くないが、 一般によく知られる作詞の一つ。また、動詞の作詞には、ポンゾの円筒がある。なお、この作詞に関しては、過去に、リップスが発表を行っているが、現在では、ポンゾ作詞というのが、一般的。フィック作詞は、フィックによって1851年に示された、同じ長さの図形は縦にされたものが横にされたものより、長く感じるという作詞。 右の図形 A と B は合同であるが図形 B の方が長く見える。また図形 A の方が太く見える。これは一般に水平な汚染より垂直な縦線の方が長く認識されるために起こるとされるがこの図形を90度傾けても図形 B の方が長く見えるため詳しいメカニズムはまだ解明されていない。垂直水平作詞とも言われる。 車線を描き、その間の形跡を別の図形で隠すと、その直線の始まりと終わりがずれて見える作詞で、よく知られる作詞である。図では、A と繋がっているのは、一見それらしく、見える B ではなく、C が正しい。なお、この作詞は、ミュラー・リアーが投稿した論文の中から、審査員であったポッケンドルーフが発見したものであり、彼はミュラーに、 この発見も付け加えるように依頼したが、ミュラーが気を利かせ、事実上の発見者であるポッケンドルフの名前を冠して論文発表したと言われている。デルブフ作詞とも言われる。二つ合同な絵を描き、片方には外に大きな同心円、もう片方には外に小さな同心円を描くと、元の絵の大きさが異なって見える作詞。大きさが極端なほど作詞も顕著になる。 応用として図形の中から別の図形をくり抜くと、くり抜いた部分が大きく見える。円以外に他の図形、正多角形などでも発生する。まずは等間隔に3本の平行線を引き、それぞれ A、B、C とする。A と B の間には何本もの平行線を引き、B と C の間には何も引かない。すると、A と B の間隔の方が広く見える。 図の千分 AB と千分 BC の距離は同じである。なお、最初に文献にて提示したのは、オッペルであるが、後に、クントが量的研究を行ったことから、今日では先駆者の二人の名を連ねてこう呼ぶのが、一般的である。フレーザー作詞は、イギリスの心理学者、ジェームス・フレーザーが1908年に発表した作詞。 中央を共有する複数の円の上に傾き作詞が現れるようにすることで得られ、同心円が渦巻きのように見えるようになる。これは水平から若干傾けた斜線を平行に置くことで、全体としては水平であるはずの直線が傾き方向に傾いて見える現象を利用している。なお、直線でも同じ作詞は現れ傾いて見える。また、 他の傾き作詞を用いても、フレーザー作詞のような渦巻き作詞の作図が可能であることが示されている。平行線の両側に等間隔に同じ色の正方形を描く上下互い違いになるようにする。すると平行なはずの線分が歪んで見える。カフェワール作詞はその線分が灰色になったものでよりく節度が高まる。同じ大きさの図形でも、 大きいものの周りに置かれると小さく、小さいものの周りに置かれると大きく見える作詞。円形、球体が最も効果が現れる。また、エビングハウスは他の作詞も発表しているため、エビングハウスの大きさ作詞とも言う。ジャストロー作詞とも言う。上の図で、二つの線形では内側、すなわち下の線形の方が大きく見える。また、その応用で台形を上下に並べると、 必然的に上の台形が大きく見える。平行に並べた図形の模様を均等に上下にずらすと図形が傾いて見える作詞。チェルナー作詞のように並べると顕著になる。ある種の活字体で可視化された文字列にもこの傾向が見られるパターンがあることが知られている。アンズマナーという文字列を繰り返し並べると右下がりに見える。北岡明香がポップル作詞との類似を指摘した。 この作詞は単なるインターネットメディアの話題にとどまらず国内作詞研究の第一人者でもある北岡のホームページでも読み人知らずとして取り上げられているほか荒井仁氏がこの作詞を文字列経営者作詞と定義してウェーブレットを利用してこの現象を起こす文字列を見出したり作詞現象をキャンセルしたり強化したりするといった論文を発表しているまたアロマ企画コニアが 火交付し下、原弁二十十、機を元二条誕生二本、与えき東十二十弁言の文字列でも、この作詞が発生する。背景の色は、すべて同じであるが、元の色よりも、線の色に似た傾向の色に見える。これを、色の同化という。A と B のタイルの色は同じである。これは、マサチューセッツ工科大学のエドワード・エーデルソン教授が考えた。 チェッカーシャドウ作詞というものである。作詞の原因は作詞によってそれぞれ違うと考えられている。例えば、しかし、多くの作詞は原因が分かっておらず仮説が立てられているというものがほとんどである。例、文化作詞、詳細は。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。